新型コロナウイルスは高知の一大イベントにも影響を与えています。準備にあたる関係者が苦慮しているのは、この夏高知で開かれる文化系高校生たちの祭典、高知総文です。本大会に向けてもう順調に進んできたと思ってたので、やっぱりコロナであれって。7月31日から開催予定の全国高校総合文化祭、通称総文。文化部のインターハイとも呼ばれ、毎年各県持ち回りで行われます。高知での開催は今回が初めて。全国から高校生や先生など10万人が集まります。実行委員会は県内の高校生たち。これまではほぼ毎週集まって準備を進めてきました。しかしコロナとかの影響で集まって会をするっていうのがやっぱりできなくて、そういうので私たちもちょっとその本番が近づいているので、そういうところではちょっと困ったりしてます。実行委員長で高知高校2年の出口彩乃さん。一斉休校で直接会えないため、代わりに活用しているのが通話アプリの LINE です。総文に関してのクイズとかアプリとか作って、みんな気軽でええんやないみたいな意見がちょっと出ました。でもアプリとかよりかはブラウザの方がいいかもしれない。人と話をするのが苦手だったという出口さん。64人の実行委員を率いるリーダーとして心がけているのは、みんなが意見を言いやすい環境を作ることです。まあ、実際集まらなくても、話ができるっていうのはもちろん利点なんですけど、意見が全然面と向かって話さないと出せないっていう人は、やっぱり LINE で話をしようって思っても出せなかったりとか、みんなあったら出せるんで意見を、そういう面では絶対あった方が話は進みやすいと思います。難しいんですよね、 LINE って。総文の延期や中止があり得るのかは決まっていません。本大会がそのコロナの影響で本当にできるのかっていうのを私もちょっと今心配してるんですけど、みんなで準備してやっていけるような環境に早くなってほしいなと思います。